皆さんこんばんはマリナってるニュースの時間がやってまいりました本日も昨日に引き続き「気になるあの子のファッションチェック握手会編」のコーナーですということで2日目の方のファッションチェックに行ってみたいと思います VTR どうぞこんにちは2日目の握手会終わりましたイエーイということで本日のファッションチェックに参りたいと思います じゃじゃーん！今日は、ゥんドゥンドゥンこんな感じです。どどんどどんじゃんあっ、はい、あっとちょっ,っと、そうですね、髪の毛は、あの、ちょっと握手の後に撮影があったので、今は巻き髪をしてもらったんですけど、えっと、握手の時はストレートで、髪の毛も分けちゃったんですけど。 パッツンでした。まあ、それは、写メとかを載せるので、そっちを見てください。はい。で、今日のファッションポイント、じゃん。そうですね。やっぱ春なので、ちょっとカラフルで、ポップな感じにしたところと、あと、このユニコーン T シャツ。そして、このスカートは最近、モバメで送ったりしたんですけど、お気に入りの、リコリの。 篠田さんプロデュースブランドのですちなみにじゃーん足はサクランボ柄のタトゥータイツです。はいこんな感じでみんなにすごい春らしくていいねと言っていただけたのが <laughs> 嬉しかったですこんな感じで2日目終了しました2日とも2日ともえー、皆さんありがとうございました以上ファッションチェックでしたバイバーイ はいありがとうございいましたいつもの小林真里奈さんの私服とはちょっと違うポップな感じでとても良かったんじゃないでしょうか。ということで以上マになってるニュースでした。